KRL コミューターラインは、ケレタコミューターインドネシアが運営するインドネシアの、ジャカルタ首都圏の通勤電車網の系統である。全7路線6系統総計 418.0km の路線が運行されている。1925年に、ジャカルタでの運行を開始。現在まで、ジャカルタ首都圏で全7路線6系統が運行されている。運営は、 鉄道公社を1999年に民営化したインドネシア鉄道会社が直接運営していたが2008年9月より PT ケレタ API のジャカルタ通勤鉄道事業を分社化した PT カイコミュータージャボデイタベックが運営2017年9月20日付で PT ケレタコミューターインドネシアに社名を変更したかつては KRL ジャボデータベックの愛称で親しまれた ジャボタベックは、ジャカルタ、デポック、ボゴールのジャカルタ首都圏の通称で、構成する、ジャカルタジャカルタ、ボゴールボゴール、デポックデプーク、タンゲラントンラング、ブカシベカシの頭文字を組み合わせたものである。現在は冷房不く駅停車の系統名である、コミューターラインに改めれ現在は使用されていない。なお、初期の鉄道雑誌等や一部の個人ブログでは、KRL ジャボタベックが、 運営会社、日本製中古車両の保有会社と表記する文章等もあるが、系統上の愛称であり、この表記は誤りである。日本では、会社名を、インドネシア通勤鉄道会社または、KCE、路線系統名を、コミューターラインと表記される場合がある。ジャカルタ都市圏の鉄道の殿下は、オランダ統治時代の1925年に、 アタビアボゴールで実施されたことに始まるしかし、その後の進展は、しばらくの間なかった。新たな動きが出てくるのは、インドネシア独立後の1970年代のことで、日本の遠借館を利用して、旅客輸送改善を実施することになった。契約は1972から1981年にかけて順次締結され、これにより設備の近代化、 ディーゼル同車の投入、1976年からは、電車の投入が実施された。さらに、JICA は、1981年にマスタープランである、ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画を作成。これに基づき、円尺管による ODA として、人口約2000万人の圏域に、約 150km の都市鉄道ネットワークを整備する。 ジャボタベック県鉄道近代化事業が実施された。このプロジェクトをジャベターベック鉄道プロジェクトと称した。このプロジェクトの進展により、1984年、当時5万人強しかいなかったジャカルタ都市圏の鉄道利用者は、2010年には約36万人に拡大した。本プロジェクトは、都市圏郊外圏と都心拠点とを結ぶ。 郊外型サービスを担うものとして計画された。ただし、ジャカルタ広域都市圏については、総合的な都市交通計画が存在しなかった。そのため、都心部地域内の短距離移動を担う都心型サービスの計画が全く進まないままに、郊外型サービスを担う本プロジェクトのみが進められるという状況が生じることになった。なお、既存の鉄道の資産を、 最大限活用するものとして進められたことも本プロジェクトの特徴であった。事業完成後の施設運営及び維持管理は当初インドネシア国鉄を前身とする鉄道公社の第一ジャワ地域事業部が担当した。その後、1999年にパーム化は民営化され、PT 切れた API となった。民営化はいわゆる上下分離方式により行われた。 不動産は政府が保有し、車両等の動産が PT 切れた API に譲渡されることになった。この結果、重量連結の日本製中古電車を導入しても変電所の容量不足による電圧低下でダイヤ通り電車の運行ができず、しかも駅プラットフォームのかさ上げと延長されず、ジャカルタコタ駅の折り返し設備の充電化対応工事の遅れなど、 地上施設の更新や改良が遅れたりされなかったりと、ちぐはぐな対応となっている。10年間、PT 会による直接運営が続いていたが、上記の問題による運営の迅速化と、さらなるサービス向上のため、2008年に PT 会のジャカルタ通勤鉄道事業を分社化した上で、PT 会コミュータージャボーデイタベックが設立された。 ジャカルタ周辺の中長距離列車は引き続き PT、ケレタ、API が運営する。KCE は2009年に元東急の中古車両を皮切りに JR 東日本と東京メトロの冷房付きの中古車両を2020年までに大量に導入各駅の改修やホームのかさ上げが進められた。2013年に電子乗車券を導入され列車別運賃から 距離別運賃へ移行したため、同一の線路上で異なる運賃制度による列車が運行されることとなった。2013年に冷房付き車両が導入が進んだことにより、2013年7月に非冷房車両を全廃。すべての電車が冷房付きの各駅停車系統、コミューターラインの運行が開始された。2015年4月1日のダイヤ改正で205系10連17。 編成、8連22編成の全編成の投入に、合わせて2014年6月の205系投入時は1日623本の、運用が1日に822本に大増発が行われ、昔線は205系の運用で、統一、南部線にも205系8連による運用が開始された。2016年1月からは、中央線、 部下市線に2 0 5系1 2連の運用も開始された。路線図色は、路線図のラインカラーに対応。このほか、クマヨラン単純プリオクが電化されているが、コミューターラインの列車は運行されていない。マンガライブ下市の複々線化が計画されている。中長距離列車との分離のため、コミューターラインの列車は、ガンビル、パサールスネンを通過する措置が取られている。かつては、 複数の種別があったが、2013年より、コミューターラインの全列車が、冷房深く駅停車、コミューターラインに統一されている。新造車は、日本、韓国、欧州のメーカーから車両を輸入していたほか、近年では、インドネシア国内のメーカーである PT インカからも、車両を購入していた。1997年のアジア通貨危機以降、新車の導入が困難となり、 なおも車両が大量に不足していたところに、姉妹都市の東京都より、機関、河川電圧といった主要規格が、同じ都営地下鉄6000系車両が無償状とされ、それに合わせて壊れたらその都度修理するから、予防保全と呼ばれる、日本式の車両整備点検法を教えるため、社会外鉄道技術協力協会や、東京都交通局の OB らの人材が派遣され、 現地メンテナンススタッフの日本での研修、ODA によるデポック車両基地の建設などが行われた。導入された中古車両はバックゲージの違いから台車を一度分解して再調整され、塗装変更、全面スカートの取り付けと警戒色の赤に塗られ、正面窓に透析よけの金網の取り付け、側面窓、扉窓は強化フィルム調布、上高扉に、 低床ホームからの乗降のためのステップ、手すりの取り付けなどの改造が施されていた。以後、20メートル、両級、片側4度アルミもしくはステンレス製車体の、抵抗制御の日本製中古車両の購入をしようと、したが、日本側の廃車時期との調整で妥協、普通校の旧国鉄103系を購入したり、境地直派制御の東急8000.8500系を導入。 その後、インドネシア運輸省主導で、A 団地下鉄五線系と、その改造型の東洋高速鉄道線系が導入されたが日系商社を巻き込んでの汚職事件が発覚。さらに、インドネシア国営企業 PT インカを育てるために2013年以降の日本製中古車両購入を中止するとの方針が示されたが、国産の KRLI 型電車の故障が、 アイツ疑心大生に書いたことから、東京メトロの7000系、6000系、05系、JR 東日本の203系電車を導入。2013年には、日本国内で大量の廃車が始まった JR 東日本205系電車の導入が開始され、それに合わせて、JR 東日本から205系のメンテナンススタッフが直接、KCJ へ派遣され、 メンテナンス法を指導2020年まで日本で活躍した中古電車が大量導入される予定である。なお、現地にしたちは、新造された205系が最も欲しい車種であると語っているが、現在生産は行われておらず、以後の車両は、あんなハイテク車両は僕たちには使いこなせないと語っている。2009年以降に導入した中古車両は、当時の PT 回コミュータージャボーデイタベックが導入、PT 切れた API 保有車両とは塗装が異なるが、2015年末より全編成がコミューターライン標準色に準じた塗装に変更された。コミューターラインへの統一により、比例傍車は2013年7月24日をもって営業運転を終了した。セリ5000とセリ1 0車に残っていたセミステンレス車体で、 冷房装置取り付け、制御回路を抵抗制御から境時点カレージ制御に更新した最後のグループ8両6編成が2006年から2007年にかけて導入された。譲渡関連契約がもう少し早ければさらに多くの車両の譲渡が実現したものと推定されている。この車両の導入にはインドネシア運輸省鉄道総局の主導で進められたが、 その導入過程で、汚職事件が発覚、汚職撲滅委員会によって、運輸省鉄道総局長が逮捕され、国庫に18億9000万ルピアの損害を与えたとして、金庫三年、罰金1億ルピアの判決が言い渡された。2017年6月2000計08編成は、運用開始から再び重量編成化され、これに伴い運用から離脱した09編成の2両の、 中間車は零八編成に組み込まれた。そして七月に五千0六十七編成は同様に重量編成化され、組み込まれた中間車は同じく千0零九編成の中間車。一方、千0零六編成と五千0六十六編成は廃車となっており、最空無駅へ機関車牽引によって改装された。また、千0零八編成と五千0六十七編成に、 組み込まれていない線形09編成の4台の残り車両はデポック電車区の保留車として留置されている。2019年に一杯で親会社のケレタ API、インドネシアとのリ,リース契約を打ち切った。1080回はデプユック電車区で5817回はデプユックバル駅の抽選に留置されている。 元東洋高速鉄道1000型と元東京メトロ5000系編成時8000と時85002005年から2009年にかけて8両11編成が導入されたオールステンレス車体堺地直派制御日本時代と同じ T 字型ワンハンドルコントローラーのままで使用されていて1両あたりの購入価格は8億ルピアと現地で報道された 導入当初からメンテナンスの容易性と強力な冷房装置で受け入れ側の評判は上々だったが、堺地直波制御のため電圧効果がしばしば発生するセルポン線には入線せず、ボゴール線、ブカシ線、中央線で急行を中心に運用された。2009年に導入した8613回は PT 回コミュータージャボーデイタベックが初めて導入した車両であり、 ジェリタという愛称が付けられ運用されていたが、機器の故障により2013年に廃車された。その後8607回、8610回、8611回、8039回が JR 東日本からの205系によって置き換えられ、廃車となった。2017年8月3日と2017年9月3日、 8003回と8604回は8007回からの車を使用して12両編成となった。2019年3月9日、8618回は8607回からの中間車4両を使用して12両編成となった。2019年3月10日、8612回がボゴールチルブット間で脱線した。8612号車はひどく破損し、 8712号車は横転して8912号車は傾いた。8両元東急車両編成12両元東急車両編成セリ70002010年に8両4編成が導入されたアルミ車体電気子直波制御2013年12月9日に発生したセルポン線で踏切場に立ち往生したタンクローリーと衝突し 運転手と乗客2車が出た事故により7121回が廃車された。セリレ後2010年から2011年にかけて8両、8編成が導入された。アルミ車体、高周波分巻きちょっぱ制御。2012年10月に、ボゴール線、チレブット駅で発生したポイント事故により霊後から107回の霊後から307号車が損傷し、2014年末に、近海で、 編成ごと廃車された。セリ60002011年から2013年にかけて8、両13。 編成の130両が導入された6105回6106回6107回6111回6112回6113回6115回6123回6125回6126回6127回6133回6134回アルミ車体電気子直波制御 日本での製造時期の際で側面の窓ガラスの形状、側面扉の窓の大小、隣の車両との貫通路が広いものと狭いもの、扉がなく逆突系ホロで繋がっているもの、冷房取り付け時の改造方法など、バリエーションに富んでいる。2012年10月6107回が女性専用車として登場したが、ほどなく他の編成と同じ状態に戻された。その後、 日本製中古車の導入は JR の205系に移行したが導入可能な205系の車両がなくなり2016年に VVVF インバータ制御に改修された6101回6108回6116回6117回6118回6131回の6編成が導入され 続いて2017年に6119回6120回6121回6124回6129回6132回が2018年には6122回6130回がそれぞれ導入されていた。なお、2017年11月に6112回6113回が廃車となった。 八両元千代田線編成十両元千代田線編成セリ2032011年に20十両五編成が導入されたアルミ車体電気子直波制御当初は中間車二両を抜いた八連で運用されたが十連で運用予定の205系が試運転中に老朽化した架線の切断事故で関連故障したために一編成が十両蘇生に復元され運用された 8両10両12両203系編成整理2052013年から2014年3月に、かけて10両18編成が導入され、2013年11月より、デポック電車区で車体の日本語表記の消去、乗務員室の日本語表記の上に、現地語のシール貼り付け、透析対策のガラス飛散防止フィルムや前面への金網設置、スカートの赤塗装など現地仕様に改造。 日本と同じく10連で使用するために、ボゴール駅ジャカルタコ大機関のホーム延長工事が、完成を受けて2014年3月5日から、運用を開始した。2013年度導入された車両は、最強線で使用された車両で18編成中15、編成には6、扉車の、サハ204が2両連結されている。2014年には、 横浜線で使用された約170両の導入が発表された。なお最初に送られた最強専用車両はインドネシア運輸省の加速度性能に合わせるために限り留置を 320A から 340A に上げて対応、軌道加速度は時速 2.8kmS となった。2014年に送られたのは横浜線で8連で運用されていた。 車両22編成でパンタグラフがシングルアーム式に換装されている。今後も2019年まで毎年160両程度の車両を導入する計画で2015年には南部線で使用されていた6連20編成の120両が導入され当初予定では8連に組み替えるはずが6連をに編成つないで12連で運用されたほか6連の うちの中間車2両を横浜線仕様の8連に組み込み10連か、残った4連に6連をつないで10連で運用されるなどして10連26編成、12連17編成で運用されていたが、うち12両が自己廃車されたため2016年11月現在では464両が在籍している。オールステンレス車体、堺自転カレージ制御。二千十七年二月、 編成番号がインドネシアの制度に変更された。インドネシアの編成番号制度は JR の制度とほぼ同様であり、車両基地の短縮記号とそれに先頭車の番号が続く。例えば、バット8 9編成は、先頭車の番号は205から89号車と204から89号車で、ブキットで売り電車区が所有する編成である。 ボゴール電車区の編成を示す短縮記号は、ブーである。なお JR 東日本が、武蔵野線で使われていた VVVF インバータ、制御車である5000番台を含む42本を2018年3月から2020年にかけて譲渡することを発表しており、武蔵野線生え抜き編成には、現地で廃焼機が取り付けられた。また、M22、M23 編成は、 ジョグソロ線電化開業により一時的に転属。転属にあたり、金網の撤去、スカートの切り詰め、乗務員ステップの取り替え、配給用の鎖、中間側のステップ撤去が行われているインドネシアの、編成元武蔵野線編成元埼京線編成、元横浜線編成元埼京線、横浜線編成元南部線編成、元武蔵野線編成、 KRLI 型 PT インカ製電車、インドネシア発の国産電車として、2001年に PT インカで4両編成の20メートル級型側、3扉の軽量ステンレス電車に編成が、日本車両の技術支援で製造された。伝送品は、日本の東芝製のイベット、ソシイ v, v v f インバータ制御で、全面、側面、車内扉上部に、 LED による行き先表示器が採用されるなど、新機軸が多数盛り込まれた。しかし、2003年の運用開始後故障が頻発して、運用から離脱、2007年に改修されて、環状線の運用に投入されたが、利用実績が芳しくなくほどなく運転終了、その後は、ジャカルタコタ駅マンガライ駅間のフィーダー運転に入ることが多かった。しかし、 運用から外れ旧車状態。KFWI-9000KPT インカ製、電車ドイツ復興金融公庫からの支援で、時期標準型電車として2010年 PT インカで製造。車体は KRLI 型をベースにしているが、側面のビードが廃止され、全消灯の配置が変更された。申請者としては初めて客室の後部 LCD モニターと運転台に、 ティムズを設置した。伝送品は、ドイツのボンバルディアトランスポーテーション製で、VVVF インバータ制御、4両重編成が在籍。現在は、ジョグソロ戦で活躍中、i q 0 0 0編成保線車両プラスサートイラー射程レールを常に、良好な状態に維持させるために欠かせないのが、保線作業である。その保線機材を使用するにあたって、 工事に必要なマルチプルタイタンパーやバラストスイーパー、レール作成車を使用しているメーカーは、世界的に有名なオーストリアのプラッサートイラー車製を使用しているが、これらはすべて他の電車同様日本からの支援込みで導入された中古であり、JR グループのほか、私鉄、公営公団で使用されたものばかりである。日本で京都議定書に基づいた、 NOX 法基準をクリアした同社製の新型機材に置き換わり、経年化した機材が年出されたものである。塗装も日本時代のままのものが多い。新造車両1976年から1987年にかけて大量に導入された比例防車。付随制御車2両の間に、電動車2両を挟む4両編成で、車体長20メートル。 車体幅2 9 9 0ト、mm、ル。主要機器は共通であるが、キロリットル3から76が2、扉車であるのに対し、キロリットル3から78、83、84、86、87は3、扉車、キロリットル3から76、78、83、84が、普通校車体であるのに対し、キロリットル3から86、 87はステンレス車体となっている。抵抗制御を意味するリアスタティックの愛称を持つ。2013年のエコノミー全敗まで37年に渡り活躍した。日立製作所製の主電動機 HS-836 系は日本国内において西武鉄道や伊豆箱根鉄道で採用されたものと同型で日本国有鉄道の MT46 及び MT54 系列とは親戚の関係にあたる。1992年から1993年にかけて4両に編成が導入されたステンレス車体の比例防車。伝送品はスイスのアセアブラウンボベリ製で VVVF インバータ制御。2000年頃にはジャカルタ近郊から撤退し、電気式機動車に改造の上田た地区へ転用された。 1994年から2001年にかけて4両32編成が導入されたステンレス車体の比例傍車。伝送品はオランダのホルック NV 製で VVVF インバータ制御。1996年以降はボンバルディアの技術支援によりインドネシアのインダストリクレターピにおいてノックダウン生産及び組み立て。2012年頃には ジャカルタ近郊から一旦撤退したものの8両3編成が PT インカで床材、機器類の交換、GPS ティムズ、冷房設備の設置などのリニューアルを行い運用に復帰したせいが2014年頃に再び撤退した。電気式機動車に改造の上えた地区へ転用されたものもある。1997年に4両6編成が導入された非冷房車。 ステンレス車体、VVVF インバータ制御で、蒸気のキロリットル3から94、96、97、98、99、2000、2001系ホルクと同様、一部の車両は、インドネシアのインダストリクレタアピオイテ、組み立て。2013年のエコノミー全廃まで活躍したほか、一部は、電気式機動車へ改造。 譲渡車両を2000年に72両が導入された。東京都より無症状とされたため、贈り物を意味する火場の愛称を持つ、合わせてメンテナンスや企画の専門家が日本から派遣指導した。原型7編成とインドネシアの PT インカで運転台を取り付けた4編成の計十一編成が在籍し、編成の自由度が高いことから頻繁に組み替えが行われている。 セミステンレス車体、抵抗制御。2010年からは6121号車は、キロリットル1から6121を付ける形で、現地番号が付けられたが2012年に、K11001 から、K110049、K110101 から,ら、K110123 とのナンバーが取り付けられた。K11001 とは、最初の、K は、 旅客用車両、次の1は一等車、その次の1は電車を表し、次の2桁は導入された年の西暦の下2桁を、最後の2桁は導入順の番号を表している。2008年から2009年にかけて発生した追突事故により6252と6155が使用不可能となった。 老朽化や205系の導入によって置き換えが始まり2016年中に運用を終了し一部編成はサイク空無駅に廃車改装された2004年に KOE20、21、22、27の4両4編成が導入された普通校車体、抵抗制御 MCMTTC と TCMMTC、MM、TC が2編成ずつ 運転席も通常タイプと ATC 準備の高運転台仕様がある。元は、軽葉車両センターに所属し武蔵野線で活躍していた車両で、購入価格は16両で102億ルピア、プラス日本からの輸送費と現地報道された。現地番号は、K110401 から K110416 これは2004年に導入された1番目から16番目の車両を、 表している。老朽化や205系導入により2016年中に運用を終了し、全編成が廃車された。デポック、ブキットディリボゴールの3カ所の車両基地に所属し、それぞれの基地で定期検査を受ける。簡単な日常検査は留置線のある、ジャカルタコタ、ブカシ、チカラン、タンゲラン、スルポン、パルンパンジャン、ランカスビテウンの各駅でも行われている。 マンガライ駅の西に隣接する13.8ヘクタールの敷地の車両工場。1920年開設され車両整備工場で、現在は PT 会の本社直轄で最大の工場。KRL ジャポタベックの電車の2年に1回の全般検査も行われる。他 PT 会の機関車、客車、貨車のメンテナンスや改造、修理。 1924年に電化された時に導入された電気機関車のレストアなども行われた。デポック市の南部に2008年日本の援助で作られた車両基地。当時の主力だった都営6000型や東急8500系など長編成に対応した電車基地である。元東京メトロ車両は遠くに所属している。敷地面積約26ヘクタール。 14線の側線を持ち最大220両の車両を収容できる。マンガライ車両整備工場と同様に全般検査や車輪交換、日本から輸入された電車の改装も行える、研修校を併設。全般検査は20から30日かけて徹底的に分解整備される。マンガライ駅の南東約 1.5km の地点に位置し、車両留置機能と修繕機能を有しており、 デポック車両基地が完成するまでは、主に同基地で電車の修繕を行っていた。ピット線建留地線が7線、線状線建留地線が1線、大規模修繕用の線路が1線ある。12連20編成と10連7編成、4連3編成が遠くに所属。ボゴール駅の北東側に位置し、3日間1ヶ月3、ヶ月、半年、1年の定期検査が行われる。 10連23編成と8連9編成がトークに所属。普通乗車券はキャッシュカードサイズのプラスチックカードである。自動券売機、または窓口で購入する。カードを持っていない状態で乗車券を購入する場合は、本来の運賃とは別に、デポジットとして1万ルピアを徴収され、自動券売機、または窓口の発行機からカードを受け取る。改札は、 自動改札だが、出場時に乗車券は回収されない。2回目以降の乗車の際は、自動券売機、または窓口の発行機に手持ちのカードを接触させることで、乗車券データが記録されるので、運賃のみの支払いとなる。ありがとうございます。